はい、皆さん、こんにちは。ノッツオでございます。ということで、今回もですね、ツイステッド・ワンダーランド・グロリアス・マスカレード第2章の続きやっていきたいと思います。胆嚢リサーチですね、前回から追加されて、ちょっとやってたんですけども、前回は A 班をね、クリアしましたんで、今回は B 班をやっていきたいなと思います。A、B、C とね、3班に分かれてるみたいでございますと。はい、ということで、イデア君ですね、街中南ということでございます。ということでやっていきましょう。もう授業回数はね、50回こなしているので、パパッとね、ストーリー見ていけると思いますけども。はい、ということで、これね、ちょっと俺勘違いしてたんだけど、それぞれ3班あって、1班、A 班、B 班、C 班ってあって、俺このキャラクターが授業回数をこなせば増えてくものかなと思ってね、ちょっと勘違いしてたんですよ。イデア君の授業やってたんですけど、どうにも違くてですね、2つあるじゃんか。2つじゃんか、3つあるじゃんか。なんだっけ。魔法師と、その筆記の方と、なんだっけ、放棄乗るやつと、あと錬金術。なんかそれぞれやるらしい。ここは、その、パルガス先生のあれ、放棄のあれをやらないと、これ増えていかないっていうね。それを全然知らなくて、ちょっと調べたんだけど、イデア君の授業やってもなんも増えねえなっていうことで、うんって思いながらやってたからさ。だから何回か結構無駄にしたっていうね。はい、そんな裏話はどうでもいいということで、今回ね、エピソード2の7、出発でござるということでやっていきましょう。意外になんか乗り気だね。あ、そっか。オルト君をナビゲートするために、だから予習か復習かするみたいなことだっけ。エピソード2の7、出発でござる。ノーブルベルカレッジ。旅行先でフィールドワークという名の自由時間。ぼっちには一番きついやつ。はい、それじゃあ自由に班作って、式じゃないだけマシだけど、それでも気が重いな。スター、星チームのメンバーは、ウィ、ヒ、やあ、ロアリ、デショップ。スター、星チームは、君と私とシルバー君とラギー君だよ。笑顔が眩しい、なんという陽キャのオーラ。せめて、影、陰キャのアズール氏がいてくれたら、眩しいのか、その帽子では唾の長さが足りないということだろうか。それはいけないね。私の帽子を貸そうかい？ルークさんもカニム君並みの天然プリっすね。2年で噂のイラフアコンビを思い出す。ラギー氏から体育会系の中にも陰の気配。でも全体的に会話が成立する気がしないのだが、異世界転生ラノベの冒頭か。イデアさんも大概言ってることの意味わかんないっすよ。この班、だいぶ手こずりそうな予感がするな。あんまり確かに見ないメンツだね。ラギー君とイデア君が絡んでるとことか見たことねえし。さてみんな花の町で何が見たい？俺は花の町ならではの工芸品とか特産品っす。飯は夜にただ飯食えるそうなんで。土産を探してるのか。俺もリリア先輩に買いたいと思っていたところだ。ブブ、花の町のことを知るために物産を見るのはいい考えだね。私も賛成だ。拙者もオルトのために町の探索をしつつお土産買いたいかな。メインクエストは早く進ませたい。そうすれば、もう花の町に来た目的は果たしたも同然なんだ。いや、目的は交流会でしょう。拙者の交流会は今この時点でもう始まってるし。よし、そうと決めたらさっさと移動。出発でござる。あ、最後の最後で、サブタイトル回収ということか。なるほど。ストーリークリア。さあ、2の8、えらく治安のいい話。ああ、ここの通りは見たことあるな。2の8、えらく治安のいい話。穴の町。バイトなんだよな。なんて言ってるんだよね。バイトなんだよなーって聞こえるけど、多分違うんだろうな。おお、実に美しい。重厚な歴史の香りを感じさせる街並みだ。そこに、あらばらが咲き乱れている。なんと、かしき花の街よ。ひえー美、花、色、光、そして祭り。キラキラオーラの圧がすごい。ああ、とても明るい気持ちになるな。歩いているのは、俺らと同じような格好をした人ばっかっすね。派手な衣装だなーって思ってたけど、街に出たら全然違和感ないな。早く一刻も早く、この散策を終えたい。マップによるとこの先で、骨董市をしてるらしいでですぞ。何これ？なんて読むんだこれ。無理。そこならみんなの要望に合いそうなものも売ってるのではないかと。なるほど、ぜひ向かおう。でも、こうやってこう、光さすところにはやっぱ闇もあると思うからさ、ちょっと陰ってるところはあるだろう。骨董市がひからかれているね。カラフルなテントを見ているだけでもワクワクしてくるよ。なんか掘り出し物はないかなーと。あれ？こんなところに帽子が落ちてる。って、うわー！帽子の中に大量の硬貨が入ってるっす。おや、ほんとだ。逆さになった帽子の中にコインが入ってるね。どの骨董市の前にも置かれているぞ。これってもしかして、落とし物っすかね？拾ってあげた方が良くないっすか？絶対に持ち主に届ける気がなくてくさ。まさかその帽子の中身を取ろうとしてるのではなかろうね。おや、ルワドゥ・ムッシュワール、ハンカチーフの君、ボンジュー。もしやそのロはなんとやらとは私のことかね。おい、もちろんさ。もちろんじゃないから驚いてるんだよな。安心しろ。物取りなどはしていない。ラギーはこれが落とし物ではないかと思って拾ってあげようとしていただけだ。そうっすよ。失礼しちゃうな。ああ、そうなのかね。これは失敬。それは落とし物ではない。露店の商品を買うときは、その中にお題を入れるのだよ。つまり、このくたびれた帽子が、レジってこと？まあでも、花の町出身というか、この町ならではの風習じゃないけど、そういう、文化かもしんないけどさ、観光客とか来た場合とかさ、ああ、これってなるよね。やっぱ人は欲があるからさ、金とか落ちてたら拾っちゃうじゃん。さよう、まあ俺は交番に届けるけど。セキュリティガバスキンか。今何か言ったかな？これは花の町に古くから伝わる方法だ。帽子を逆さに置いて、そこにお金を入れる。すると失ったお金がすぐに戻ってくると言われている。それで青空の下に置きっぱなし、天使から見えてるとはいえ、走って持ち去られたらおしまいなのに。えらく治安のいい話っすね。だろ？平和な証として町の誇るべき文化だと思っているよ。ラギー氏みたいな悪党が来たら一巻の終わりじゃん。お褒めに預かり光栄っす。ああ、悲しいことに確かに、不埒なよそ者も存在する。特に祭りの時期は悪党が増える。だからこの時期は町の人々が護衛隊を作って安全を守っているのだよ。板前、あの街灯の下に立っているものがそうだ。後ろの建物の前にも立っているな。ああ、確かに立ち姿が護衛の添えだな。あっぶねえ、先に聞いといてよかったっす。護衛隊は、正しき判事の志に開かれた町の有志の者たちで形成されている。正しき判事は彼のいた町の治安向上を熱心に進めたと言われているのだよ。素晴らしいことだ。悪しき行いはどうにもやめさせねばならん。ああ、悪い行いをした者に、自らの過ちを反省する機会を与えてやるのは大切なことだ。わざわざ5衛隊まで作って街を見張るくらいなら、防犯カメラやセンサーを導入した方がいいのでは。お金の管理も街の安全も機械に頼った方が精度も保てるし、人も休めるしでいいと思うんですけど。はあ、まあ、伝統ってそうそう変わらないよね。みんなが笑顔で過ごせる平和な街は、たくさんの人の努力と高い志が作り出しているんだね。確かにいい話ではあるな。まあでも、ずっとそれに成り立ってんだからすごい話だわな。ストーリークリア。まあそもそも花の町出身の者はそれを盗むという感覚はないだろうけどさ。さあ、2-9、職人技ですわー。ということでやっていきましょう。イデヤ君がいいそうだね。バイトなんだよな。花の町。さあ、それでは骨董地の品物を見て回ろうじゃないか。ボンジュール、ムチュー。いいお天気だね。この日はとびっきり素敵な品に出会える気がするよ。ボンジュール、宝物を見つけるには絶好の日さ。どうぞ好きに見ていってくれ。お気軽に、シルブプレイ。メルシー。おい。ルルークして、何々の国の出身でしたっけ？のん、私の故郷は夕焼けの草原だよ。じゃあなんでそんなに馴染んでんの？生まれも育ちも花の町って雰囲気をしてたっすよ。それは光栄だな。この町の人々は明るく親切でとても美しいからね。事前に少し花の町について調べてきたんだが、ここは芸術作品にあふれた町だそうだよ。私の好きな演劇作品の一つも、花の町を舞台にしたものだ。新たな発見がありそうでワクワクするね。テンションが高すぎる。もう負けそう。おや、早速新たなボーテを発見だ。見てくれ。小さな木の人形が売られている。かわいらしいね。ずいぶん古いおもちゃっすね。よく見ると、隣の店にも、その先の店にも、よく似た人形がある。ああ、その木彫りの人形はね、荒野町の名産品なのだよ。起源は不明だが、昔から作られていたらしい。ドーブルベルカレッジのなんちゃらの中からも、古い人形が見つかったことがある。同じく木製の家のミニチュアとともに、売られることが多いな。シルバニアファミリー的な、リカちゃん人形的な。本当だ。建物の模型も売られている。ずいぶん大きいな。これは、ノーブルベルカレッジの模型だな。見たまえ、なんちゃらがあるだろう。おや、こちらの建物の形も見覚えがある。それにこの模型も。よく見たら、なんちゃらの上から見た景色にそっくりじゃないか。街をそのまま小さくしたようだ。面白いね。でも所詮、ただの木っすよね。それに子供向けのおもちゃじゃ、大した価値はなさそうだな。待って、ラギー氏。うわぁ、びっくりした。イデアさん、そんな大きな声出せたんすか？よく見て、人形のこの関節。関節技がどうしたのか。肩と肘と手首でパーツが分かれていて、動かせるようになってる。ああ、それは比較的新しい年代の人形だな。昔は一つの角材から一体の人形を掘り出していた。そうだ。一目作りと呼ばれる手法でな。徐々に精巧さが求められるようになり、パーツごとに分けて作られるよう変化したと聞く。どちらも職人技ですわ。ラキシ、これかなり精巧なフィギュアだよ。だからガレージキットとはまた違う木製のビルスクラッチ。こんなの見たことないでござる。だからきっとさぞかし名のある原価達師の手によるものに違いありませんぞ。知らねえ。でも木は所詮木じゃないっすか。俺、金目のもの以外は興味ないんすよね。フィギュアを舐めるな。精巧なものは一体、数万窓は余裕でしますし。え？よく作られた人形というのは単なるおもちゃではなく、芸術品ですからな。プレミア付きだとそりゃもう信じられないほどの高値になりますぞ。ここでの値段はせいぜい数百万ドルだから、うまくいければ仕入れの値の100倍。いや、それ以上に。その話詳しく聞かせてください。うひひ、拙者もオルトへのお土産に買っていこうと。よかった。イデア先輩も楽しそうにしている。ずっと黙っていたから体調を心配していたんだ。感謝するぞ、ドロ先輩。私が思っていた楽しみ方とだいぶ違うようだがね。まあこういうのに目がないのは確かだと思うんだよな。やっぱアニメの聖地やったりなんだったり行くとやっぱりイデア君もテンション上がるからね。ぬいぞりとかね。ぬいぞりって懐かしいな。さあ仕掛けがあってねということでやっていきましょう。2の10仕掛けがあってね。花の町。ん？隣の売り場で何かがキラキラ光っている。ガラスのモビールだな。とても綺麗だ。花の町ではこのモビールを窓辺に飾る家庭が多い。といっても既製品を買うのではないがね。既製品じゃない。そうそうそう、それってハンドメイドってこと？材料、廃材を集めて各家庭で手作りをするのだ。これは手作りの品を観光客に向けに売っているのだろう。家庭で作った瓶や割れた食器、建築に使う装飾の余りなどが使われている。廃材を利用して作られているとは思えぬほど美しいだろう。華やかな輝きの中にもどこかつましさがある。好ましいとは思わんかね。ああ、実に棒で、火の光がガラスを通って色づいているよ。情熱的な唇のごとき赤、はしける果実のような木、初夏の木々を思わせる緑に、それゆく川の青。見るたびに形を変える。万華のステンドグラスだね。ビルに買って帰ろう。うふふ、今日は指針だな。いやー、買った。ルークさんたち何見てるんすか？ガラスだそうだ。綺麗だろ？なんだ、宝石かと思ったらガラスか。うんじゃ興味ないっす。対照的にラギー君は極端な背筋主義だな。ガラス同士がすれ合って小さな音を立てている。聞いていると癒されるな。シルバー君は気に入ったようだね。これをお土産にするのかい？悩むところだが、親父殿にはもっと派手で面白い土産の方がいいだろう。へえ、お父さんにもお土産買ってくんだ。わざわざ実家に送るってこと？うむ。高校で関心なことだ。骨董ではないが、少し行ったところに工芸品の並ぶ店がある。そこに面白いものが売っているぞ。派手なものを好むというのなら、きっと気に入るだろう。ぜひそちらを案内させてくれたまえ。勧めたいのはこの品だよ。これは、ハンケチか？ブルーのハンケチ、さっきのモビールよりももっとシンプルに見えるんですが、これには仕掛けがあってね。お店主、この品を一ついただこう。はいよ、毎度あり。よーく見ていたまえ。え？伏せろ！うわぁ。なに突然大きな音がしたので、敵襲かと思ったが、赤い煙と紙吹雪が回っただけだった。おーらら、びっくりしたね。シルバー氏全員に覆いかぶさってかばうって、そんなイケメン仕草、とっさに出ることある？今のは何だったんすか？想像通り、いや、それ以上の反応に感謝するよ。これは一種の花火でね、ハンカチに強く息を吹き込むと、音と煙が出るのだ。おお、俺は不思議だ。全然熱を感じなかったのに、音と煙が出るなんて。ああ、でも、あれか。熱くないんだったらそんなに危なくないのか。耳の近くでやったら鼓膜が破れる程度か。まあ、それなら全然危なくないな。これは、なんか喜びそうね。これって仕掛けは火薬じゃなくてもしや魔法？ハンケチ自体は何の変哲もない布に見えるのに、こんなギミックがあるなんて面白いな。でもこのハンカチ、何に使うもんなんすか？ただのおもちゃだ。子供たちがいたずらに使うのだよ。中には大人に怒られたとき、逃げるための目くらましに使う子供もいると聞くな。うひひ、子供だましにしてはよくできてる。僕結構こういうの好き。派手で目立って面白い。シルバー氏の言っていたお土産の条件にぴったりなのでは？でも子供のおもちゃなんて、親父さんへの磨きにはならないんじゃないですか。イデア先輩の言う通りだ。これはいい土産になる。なるの？父は人を脅かせるのが好きなんだ。ユニークなこのハンカチなら、きっと気に入ってくれると思う。シルバー氏のお父さんって、なかなか遊び心ってものが分かってるね。ああ、親父殿は明るく楽しい。遊び心の塊のような人だ。店主、これをいただこう。気に入ってくれたようで何よりだ。親孝行の人助けとなれば幸いだよ。さて、私はそろそろ他の人々の様子を見に行くとしよう。メルシー・ロロ君、君のおかげでとても有意義な散策となったよ。出した。一瞬フリーズしたわ。なんだこれって。あ、座したーか。座したーねっていう。はい、ストーリークリア。さあ、エピソード2の11、生き返りますわ。行きましょう。2の11、生き返りますわ。花の町。みんな目的を果たしたし、効率的に時間を使いましたね。持ち合わせまでまだまだ時間がある。次は何をしようか。ズゴゴ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 ゴ。なんすかこの音は。ズズ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 。なんか飲んでんな。カフェって書いてあるから、コーヒーか。プハー、生き返りますわー。イデアさん何飲んでるんですか？何って花の町名産、ぶどうをふんだんに使ったジュースだが、いつの間に。で、普通、団体行動してるときに、黙って自分一人だけジュース買います？しかも一番年上の3年生が。はぁ、そんな風に責められる覚えはないんだが。拙者、皆さんと違って体力ないんで、もう疲労度が限界を超えてるんですよね。だから倒れる前に糖分と水分を補給したんだよ。倒れてその場に置いていかれても、イカレでもしたら困るし。うまそうだな。俺も喉が渇いていたところだ。私もだよ。みんなで買いに行こうじゃないか。俺様も喉が渇いたんだぞー。後ろから声が。で、クリームしてはありませぬか。監督生師とトレイン先生も。スター星チームのメンバーを見たときは、正直どうなるものかと心配していたが、全員で行儀よくフィールドワークをしているようだな。なんとか。ギリギリってとこっすね。今からイデア先輩が教えてくれたブドウのジュースを買いに行くところです。おぉ、それはいい。花の町のブドウは美味しいぞ。監督生もぜひ口にするべきだ。私たちもついていこう。まあそんな美味しいとか言われたらちょっと気になるね。To be continue。あれ、ブドウで合ってるよな。ブドウみたいな感じだと思って俺ずっとブドウって言ってるけど、ブドウじゃないかもしんない。わかんねえや。さあ、2の12、最高の先輩っすね。行きましょう。ブドウジュース気になりますな。花の町。ここだよ。拙者がジュースを買った店。ブドウを丸ごと買って食べるか、この場で絞ってジュースにするか、選ぶんだって。生で食べても飲み物にしても、落ちた一粒さえ拾いたくなる、花の町の贈り物。って看板に書いてあるでしょう。本当だ、よく見ると、バスケットに入った生のブドウも売られているね。ブドウの食べ歩きとは珍しい。普通の人は種を喉に詰まらせそうっす。俺は全部噛んで飲みますけど。バリボリ、ガリボリ。丸ごとか、ジュースか、悩むんだぞ。古文はどっちにするんだ？いや、俺はもうジュース一択よ。いひ、わかりますぞ。ジュースなら手も汚れないし、簡単に栄養が取れるもんね。それに、ここのジュース、ぶどうの皮と実を一緒に絞ってるんだって。皮に栄養が詰まってるから、あんたはジュースにしときなーって、店の人にご了承されましたわ。そうだな、イデア先輩はもっと栄養を取った方がいいかもしれない。ボブの話を聞いたら、ますます迷ってきたんだぞ。どっちも食いたい。私が払ってやりたいのは山々だが、立場上一部の生徒にだけ振る舞うわけにはいかない。学園長にもらった小遣いを慎重に使うんだぞ。グリム君、遠慮することはないよ。可愛い後輩たちの分は私が支払おう。マジっすか？やりー。ルークさん最高っす。じゃあ、拙者も払います。おお、すまないイデア君。同じ学園の私が出しゃばってしまったことで気を使わせてしまったかい？これは今日を共に過ごしてくれたメンバーへの個人的なお礼だよ。だから気にしなくていい。いや、そういうことならなおさら拙者も。はい。別にジュース代ぐらいなら痛くも痒くもないですし、半分は出すよ。そうかい？ありがとう。おお、でも、イデア君がこんなこと言うこと自体珍しいような気がするんだよな。やっぱ6章を終えてからのイデア君が変わったのかもしんないわ。やったー、両方食えるんだぞー。ありがとうございます。いただきます。心遣い、痛み入る。アントもシラウドも素晴らしい心遣いだ。諸君。親切な先輩に感謝するように。いやー、イデアさんもルークさんも最高の先輩っすね。ありがたくいただきまーす。まずはジュースからいただきまーす。甘酸っぱくてうまいんだぞ。ぶどうの濃い味が喉を下る。ジュースとなったことで濃厚さをより感じるのかもしれない。とてもうまい。そのままのぶどうも味が濃くて満足感があるよ。すげえ、砂糖より甘いかも。こんなに甘いブドウを初めて食ったっす。さっき店の人に説明されたけど、町の端にブドウ畑があるんだって。その通り、ブドウは花の町の特産品の一つ。親しい人へのお土産としても重宝されたそうだ。今でも品種改良を重ねて、より美味しいブドウを作ろうと日々努力をしているらしい。んじゃあ、次来た時はもっとうめえぶどうが食えるってことか？もう次来た時のことっすか？気が早いな、グリム君は。うまかった。俺様大満足なんだぞ。さて、私たちはそろそろ他の歯を見に行こう。お前たち、引き続き頑張りなさい。楽しい時間をありがとう。トレイン先生、監督生君、グリム君。また後で会おう。どうも。次か。その時にはオルトにも絶対に食べさせてあげようと。そのためにも、今は。さ、次は何を見ますか？またおごりなら食事でもいいっすよ。今度は俺に礼をさせてほしい。先輩たちが欲しいものを教えてくれ。探すのを手伝おう。本当かい？それじゃあみんなへのお土産探しを手伝ってくれるかな？今は、この陽気たちに囲まれた時間を、ぜいぜい無難に乗り切るとしますか。なんか、表情が良かったな。ストーリークリア。はい、ということで、こちら B 班でございましたけども、なんか結構珍しい組み合わせだよね。俺は、ラギー君とイデア君が一緒にいるところあんまり見たことがないな。シルバーとイデア君もないか？ルークとイデアはあるじゃん。6章であったから、まあ、全然問題ないというか、まあ、見たことあるなーって感じがするんだけど。いやー、いいね。いや、おごるところとか俺的にはちょっともう、最高すぎたね。イデア君が、みたいな。なんかみんなそう思ったんじゃねえだろうな。思うんじゃないかなと思うわ。ここの、最高の先輩っすねってところ。いや、本当に最高の先輩だったな。はい、ということで今回はここまでにしたいなというふうに思います。チャンネル登録と高評価お願いします。それじゃ。